そして、お丁寧にしてやっけ、うん、ソーシャルが大事で、そやな、うん、ああまだ入ってくれてるかあれも絶対いいやねんって、あれがオープニングおかしいあれも絶対欲しいやつ、気を出してちょっとさ、やっぱり最近やっぱ半沢直樹すごいよね、すごいな、やっぱりなんか、あ、やっぱりそのものが良かったらみんな見んねやん、再確認したよね、なるほどなるほど、なんでちょっと今まで自分らが見てきたドラマとかで、うん、なんかこれめちゃめちゃ良かったなみたいな、お、若い、今の若い人にもちょっとおすすめしたいなとか、自分の中でめっちゃあれ覚えてる良かったやつをちょっと発表して、うん、だいたいこれあれかな、女子中高生とか見てくれる、見てるかちょっとおすすめしたいなしょっちゅう、ようラジオで言うてるからもう意識がするでもその相互一緒です絶対そのリスナー以外も取り込む、あ、リスナーしか見てない、リスナー以外もちょっと見てるやんお前好きやったらこれやね、やっぱり俺もこの3つやわ、まあ、もうこれかな、いこうか、うん、せーの、どん、おう、俺は、うん、白い巨塔、おー、見てないねんな、俺、あ、よそ、見てない、高校教師、おー、見た、で、金八、おー、2ね、2ね、うん、まあ、俺も神様もう少しだけ、よいんだ、神もな、お前だけやね、神様もう少しだけ神もで、あれ、誰も略してない古畑任三郎、あ、古畑の好きやった特にスペシャルなやつ、たまにスペシャルとかやってて、どれスペシャル、正月3話、あの、一郎さんのやつとか、ああいうのが好きやったな、 あとのパパニュースキャスター、あー古いな、もうこれも大好き、ほんまに、俺線細ほうわねえパパはニュースキャスロースジローみたいなパパはニュースキャスターやっぱこれ2つに、うん、田村さん、田村正和さん入ってるとこ、やっぱ俺田村正和さんほんま好きやねん、俺もでも実は最近、うん、古畑結構見直したのよ、おお、うん、まあ、おもろいよ、おもろい、古畑はどの回が好きなの、古畑、うん、もう全部好きやけど、特に好きなんだ、なんやろな、小説家のやつかな、小説家、ああ、なんか作家さんのやつやかな、全然覚えてないその範囲小説、なんかサスペンス書く小説家の人の話が好きやったよな俺お前も見てねえやろそれさ、犯人役誰やろ、犯人役、うん、犯人があの渋い女優の人、誰やろ渋い女優そんな有名な人じゃない、いや有名な人が出んねや、あ、全然有名じゃない、一番お前全然知らんやんいやでも好きでいっぱいあるよ、あのキムタクさんのやつとかな、爆弾のな、爆弾ガンラッシュ、あの最後ビンタするやつな、あれはあの回って、俺キムタクさんのドラマいっぱいあるやん、おう、でもあれが一番キムタクさんらしくない役よね、あ、ちょっとオタクというか、そうやな、なんか嫌なやつ、おう、ちょっとあの科学者みたいな役、ちょっとね、うん、観覧車爆破するっていうやつ、そうそう、なぜあの観覧車あなたをなくしたかった、うん、邪魔だったんだよ、そう、邪魔なんだ、景色が邪魔だったよって、まあ、初めてやりたいなって、そうか、こうやって一遍帰ろうとする、帰ろうとして俺見直したけどあ、そこまでやってんの、せやん、まあ、でも裏剣でな、そう、そうそう、ほんで痛そうするんだ、その時のキムタクさんの帰り方ももうなんかキムタクさんがあんな演技すんねやぐらい、なんかほんまになんかキモい役やってたな、初めて叩かれたみたいだよな、ほんまにだからすごい意外やな役や、いやこれはほんまあれはもう名作やもんね、スペシャルもつけて劇場が一郎さんの
一郎さんの演技すごかったね。部屋が男みたいな。そう。全然大根じゃない。ちょ、うまいね。めっちゃうまい。バリバリの大リーガーの時にあれやってる。すごない。向島さんの弟っていう設定でな。あ、一郎さんそうやってる。そう。あ、そうやったっけ。そこがもうすごい無理やそれ。そこがやりすぎてると。古畑ほんま好き。まあ古畑は名作やな。あのクイズ王のやつとかも好きやし。唐沢さんな、うんうん、あれも名作やん。唐沢さんが衣装部屋で殺してしまった、うん、そう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 。クイズ王もよかった。悲しい感じ。俺あれ好きやったんよ。あの岡八郎さん出てるやつ。村で、あーった村みんなが守るね、村長を守るやつな。あのちょっと怖かった。あれスペシャルじゃなかった。あ、違う違う、あれ普通のやつ。いや、あれスペシャル。あれじゃあね、スペシャルあれ怖かったもん。お村がな、村長もまたほんで悪い人じゃないでしょ。そうそう、ええ人なんや、うん、あので、みんな村長の子好きで、そう、殺しちゃったもうちょっとちょっと嫌な女や。そう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 、うん、村に対してなんか悪いことするやつやって、そうそうそう。で、それを守んねん。お母ちゃんさん出てたわ。これは鍵出てたなあんま言うな。ほんまか言われてんの時。いや、まあ普通よ、岡八言うて。奥目の八ちゃん言うて。いやいや、そんな手がしてくっさーなやつ。いやいや、そんなやるわけやって。パパニュースキャスター、うん、これのね、あの三姉妹いたの。いいだな。もうそれに僕、俺ほんまに恋してる、ずっと小学校の時に。なんか一体僕って言うてドラマの喋る時やから。三姉妹の時、その中の俺覚えて、西尾さん。西尾さんね。もう一人いて、細い人いて。大塚さんちゃう。あの、まだやってある人も一人いるんだけど、うん、もう最近ミークだったら一人できんねんか、うん、その人のことほんま好きで、もうその人が一もうな、ドラマで、今まで見たドラマで一番好きやんや。ほんまに好きになったっていう。恋したん。恋してん。むちゃくちゃ楽しみやってん、ほんま毎週。パパニュースキャスターの後、神様もう少しだけ。これ見てたんだ。もうこれもう伝説よ。もう俺の中でこれもうすごいよ。フカキョンの出世作というか、もうデビュー作言うたらこれで、うん、あのもう主演級の、まあ、主演か、うん、すごかったから。で、なんかさ、金城さんが音楽プロデューサーやねんな。そう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 。そんで、なんかそこでファンで、そう、家行って逆立ちすんねん。パンツ丸見え、なんかこの白いシャツでパンツ丸見えになる、うん、とこでなんか一時停止したお前な、映るんですよ、撮ってお前な、お前や、映るんですって、映ってて小学校の前でさ、黒いサングラスが映っててくる子供だよ。小学生。それから今日のバンディだよ。お前入ってたから。警察に行ったら。お前、お使いに。お前やけサングラスで犯人かもしれない。それから今日のバンディだよ。言ってて。もうな、ほんまに可愛すぎて俺ね、深田恭子さんの、ファースト写真集買ったの。かわいいだめ、お前気持ち悪い。お前も買ってたよ。俺だから。いや絶対。いやお前いやダメ。誰かの写真集とかこうだろう。神さんもう少しだけの深きょんさん、うん、ほんでパパニュースキャスターのあの女の子の一人ね、ほんまに、まあ、でも神さんもう少しだけの深きょんはめちゃくちゃ可愛かった。ほんまに恋してた。今もいんのかな、ドラマを見て恋するあるんちゃう。ほんまに恋してたもん俺。あるじゃ、毎週切なかった、始まる前とか。ああ、気持ち悪く言う。ああ言うて、気持ち悪い気持ち悪い。そういう会ちゃうか、そういう会そういう会ちゃうか。お前ドラマのこと言うてくれ。なんか古畑もあんま覚えてへんし、小説家の渋い女優さん、それが分かんない。